線形大学コミュニティ演習の、授業成果報告会を始めたいと思います。今日は学生たちが、今までの成果を、発表いたします。ではお願いします。私たちは今年度のコミュニティ演習のテーマである精神に不調を感じる親を持つ子どもに対する支援について学んできました。そもそもヤングケアラーとはどのような子どもたちのことを言うのでしょうか。ヤングケアラーとは大人が担うようなケアの責任を引き受ける18歳未満の子どものことで、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行います。心身、学業、進路に悪影響が及ぶことも少なくありません。この授業ではメンタルに不調を感じる親を持つ子どもへの支援をテーマに、当事者や支援者の方をゲストとしてお招きし、精神障害やそれに関する支援について理解を深めました。初回の授業では精神障害やメンタルに不調を抱える親とその子どもを応援する NPO プルスアルファ北野陽子先生と、東京大学医学部の熊倉陽介先生に精神疾患についてお話をいただきました。見通しの立たなさがまたこの病気の特徴でもあるので、子どもにとってもそうですけど、その大人っていうかご本人にとっても家族にとってもしんどいところでもあるかなと。今日調子良くても明日調子いいか分かんないって、そういうようなところがご本人からしても仕事を続けられるかとか、明日も育児ちゃんとできるかとか、そういうような波があるっていうところが大きな特徴なんで。精神疾患の症状には波があり、焦らずゆっくりと見守る必要があるということや、支援や対応には明確な正解がなく、さまざまな角度から考えなければならないということを学びました。日本は海外と比べると医療以前の段階でのサポートやサービスが不足しています。そのためハードルを下げながら相談するということをもっと気軽にできるような環境づくりが大事だと思いました。授業では NPO 法人プルスアルファの千秋さんが、精神障害を抱える親を持つ子どもとしての立場、子どもながらに家族の介護やケアを担うヤングケアラーとしての立場、また精神障害を抱える人やその家族の支援者としての立場から、ご自身の経験をもとにさまざまなお話をしてくださいました。精神疾患じゃないんですけど、私もう一つ兄が聴覚障害で、ちょっと兄に対してイライラしている時とかに電話通訳とかを、いやいやそんなんやらへんって言って断って、兄がそれすごく困るわけですよね。ケアをしないと生活が回らないけど、ケアを断った時に何だろう、何とも言えないモヤモヤが残る、そういう気持ちになるのはおかしくないよっていうのは伝えたいなっていうふうに思って、ケアを担ってると褒められることが多いんですよ。偉いねとかすごいねとか優しい子ねとか言われると、弱音を吐けなくなっちゃうっていうか、頑張ってるとこを評価してくれるのはいいんだけども、それが子どもにとって負担になりすぎてないかっていう点も注目は必要なのかなと。三崎さんの経験がありますように、相談できなかったっていうことを減らすために、なんか相談しやすい環境づくりというか工夫をされていることはありますか。プルスで情報発信してるのは、こんなこと相談していいよっていうポスターなんかを作って保健室に貼ってください。例えば眠れないとか食べれないとか、なんかそれを見て子どもたちがこういうことで相談してもいいんだな、そういうきっかけになるツール作りとか頑張ってしてます。千秋さんのエピソードからも分かるように、ヤングケアラーはさまざまな問題を抱えています。ヤングケアラーの抱える問題として、困ったら相談するということが難しい点があります。相談した経験がないという生徒が中学生では約 68%、 高校生では 64% と、いずれも高い水準であることが国の調査により分かっています。相談しなかった理由としては、相談できる環境がない、または知られていない、精神疾患への偏見など周りの環境によるものが多いことも分かっています。そんな子どもへの支援を行っているのが、千秋さんたちが活動しているプルスアルファです。プルスアルファによる支援の一例として、生きる冒険地図という絵本があります。このページでは子どもたちの気持ちが紹介されています。家族に対してイライラしたり不安になったりすることが多く、そういったマイナスの気持ちを抱いてしまうということ自体を責めてしまう子もいます。そのため、どんな気持ちもあって大丈夫というメッセージを伝え、自分の気持ちを受け入れることができるよう手助けをしています。
現在子どもたちが日々の生活の大半を過ごすのは学校です。ヤングケアラーが学校ではあまりこのことを打ち明けないということを踏まえると、現在の先生のみに対応を委ねるというものではあまり良い解決策とは言えないのではないでしょうか。そこで私たちは学校と地域の大人が連携をし、学校の中でヤングケアラーにとっての第三の居場所を作れないかと考えました。生徒でもヤングケアラーでもない、ただの子どもとしていられる瞬間があってもいいのではないかなと思います。中間サービスが今日本にはない中で、ヤングケアラーが孤立しないように地域の大人たちがそっと気にかけていく姿勢と、その場所を作っていくことが必要だと思います。これからは限度の超えた苦悩を無理して抱え込んで頑張っていくような姿を見せるよりも、誰かに頼れるような空間を作っていく方がいいと思います。子どもたちにとっても地域の人と関われるような環境を作ることで、生き方や考え方の視野を広く持てるようになると思います。続いて私たち家族会班が発表します。家族会とは精神に疾患のある方の家族が交流するコミュニティのことです。同じ立場の人と集まり、悩みや体験を語り合うことで、自分だけじゃない仲間がいるということを実感し、安心感を得ることができます。先ほど紹介した家族会の中の精神疾患の親を持つ子どもの立場の集まりである子どもピアについてご紹介します。子どもピアはその運営メンバーも子どもの立場の方々で構成されており、語りたいことを語れる場としての子どもの立場の集いの開催、体験を語ることによって子どもの立場の存在を知ってもらう体験発表などが挙げられます。そして今までは子どもの立場に視点を当てましたが、配偶者パートナーの立場の人も多くの困難を抱えています。そこで精神に障害がある人の配偶者パートナーの支援を考える会の代表を務めている前田さんは、家族まるごと支援の一つとして配偶者の集いを提供しています。武蔵野市には精神障害のある方に対して就職に向けてのサポートを行ったり、日常生活を送るための相談に乗ったりする NPO 法人 MIU という団体があります。ここでは市民が相談したいと思った時にいつでも相談できる場所を提供しています。武蔵野市はこのような支援がありますが、こういったサービスには地域の格差があり、不足しているサービスもあるのが現状です。地域によって不足しているサービスを見直しながら、精神障害を持っていても困難なく生きることができる社会を作っていくべきです。なぜなら精神障害は私たちの誰でもなりうる病気であり、精神障害を持っていても不自由なく暮らしていく権利があるからです。私たちの身近な地域ではメンタルに不調を感じる方が電話でも相談でき、彼らの生活や仕事を支援する NPO 法人も活動しております。そこで武蔵野市 NPO 法人のミュウさんに私たちコミュニティ演習の授業でも訪問いただきました。その授業では心に関する考え方や実際に支援を受けた方のお話を聞くことができました。お子様にどのタイミングで何を言うかみたいなテーマの話って、多分お母さんがこう思ってますっていうのを知ってもらうだけではなくて、こう自分自身がこう思ってる葛藤とか戸惑いみたいなものも、あ、そういう気持ちを持ってていいんだって、それって変なことじゃないんだって思えるようにするための声かけみたいなところもあるのかなって思うと、どういう体制でこう家族全体をサポートするかみたいな、まあ、長期的な視点を作っていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。全ての子どもたちに対して同じような支援をできるように取り組まれていることとか意識していることとか、なんかご自身であればお答えしたいんですけど。私が尊敬する人が洋服に例えているんですけど、洋服買うときって S サイズ、M サイズ、L サイズっていう風にして、まあ、多少前後があるけれども自分が着れるやつを選んだりすると思うんですけど、こう福祉のサポートとか相談業務っていうのは個別にもっと個別に考えていかないといけないもので、こうちょっとは我慢してもらって、ある程度合ってるからいいでしょうみたいな視点では支援をしないようにした方がいいんじゃないかっていう風に個人的には意識しています。精神の病気っていうのは、なんか病気の中でも特にネガティブなイメージが強いと思うんですね。どういうふうに払拭していくべきか。ただこう病名、症状
みたいな、そのいわゆる教科書的な知識だけじゃない、その暮らしの中ですごくそれを ある意味身近な病気として身近にどうやってその暮らしていくのか、一緒に生活していくのかみたいなことの情報が少しでも盛り込めたらなみたいなことが、まあ、取り組んでることではあるんですけども、精神疾患をメンタルヘルスに関して学ぶ授業が特別な授業じゃなくて、本当に保健体育の中の教科書に普通に載ってるとか、なんかそういうことが広まってはいいなと思います。こう精神障害者ってこういう人だって理解をするっていうのは、まあ、難しくて、 A さんが例えばこういう病気を患っています、 E さんがこういう病気を患っています、病気と一緒にその方がどういう方なのかって、その周りにいる人が理解をしていくっていうのを繰り返していくっていうのが僕は大事なんじゃないかなというふうに思います。これから子ども食堂班の発表を始めます。この男の子は小学生の太郎くんです。お母さんが精神疾患を持ち、お父さんが夜遅くまで働いているため、毎晩500円をもらって自分でお弁当を買って公園で済ませています。あ、今日も一人でご飯を食べるの寂しいな。子ども食堂を広めるためにチラシ配りに来ていた職員が話しています。またあの子一人でご飯食べているのね。子ども食堂に来るように声をかけてみましょうか。ご両親はご飯を作ってくれないのかしら。うん、お母さんがね、いつも作ってくれたんだけど、夕方になるとソファーに寝たきりになっちゃって作れないんだ。この2人は太郎くんの現状を聞いて、自分たちの子ども食堂に連れて行くことを決めました。三日月子ども食堂は主任児童員として子どもと関わっていた大島さんが、学習支援だけでは足りず困っている子どもと家族に気づき、地域の居場所としての子ども食堂を始めました。三日月子ども食堂では食事、勉強、相談、3つの要素を取り入れています。子ども食堂には子どもからお年寄りまで様々な方がいらっしゃいます。身近な家族や学校の友達にはいないような悩み、家庭での悩みなどを全く違う学校の子どもたちや年上の人たち、食堂のスタッフなどと相談をできる機会ともなります。このように子ども食堂は地域の人とつながりを持てる学校や家庭以外の居場所ともなり得るのです。ヤングケアラーの子や精神疾患を抱える親を持つ子の中には、学校の友人に家のことを話しにくいという子も多いと聞いています。似た状況の子どもたちが出会い交流する機会を作ることで、相談できる場所や相手の存在ができ、安心感が生まれるのではないでしょうか。そのきっかけを作るのは周りの大人の働きかけ次第だと私は考えます。大人が無理に聞き出すのではなく、話を聞いてチャンネルを合わせに行ってあげる、それだけの行動がその子にとって救いになると思います。私自身も支援が必要な子どもたちにできることがたくさんあると改めて感じています。私たち大学生は中高生とも大人とも近い距離にいるため、中高生の悩みを大人に仲介する良い立ち位置にいると思います。 SNS などを通して私たちのできるやり方で今後ヤングケアラーを支援していきたいと思います。私たちはこの授業を通してヤングケアラーを学生ならではの視点から見つめ直し、そして考えてきました。このコミュニティ演習の授業では本当に多くの方々の協力のもと、この発表をすることができました。この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。